かまど炭治郎の歌っていう曲が流れてくるんですけれど、あれを何度も何度も聞いて、はい、私のこの子守歌になってました一時期はい、そうなんです、ドハマりしとるやんって言われますけれども、あ、そうなんですよね、結構、うん、グッズは、あ、でもね、フィギュアを一つお家に置いてありますね、はい、あ、ねずこちゃんの、うん、ねずこちゃんって言いながら、私の推しはあの善逸くんなんですけれど、善逸の気持ちになりきってねずこちゃんをめでていたりしますね、はい、なのでね、今あのウェザーニュースのこうアプリケーションの CM なんかにもあの登場する花江さんの声はもうね、ありがたいですね、あんまりこう番組で視聴してこなかったですけれども、私も密かにうふって思ってましたいけるんですかこのタイミングで、一回行きましょうか、はい、一回行きましょう このタイミングでありがとうございます。今私音声オフですよね。それはウェザーニュース、え、入ってる、え、入ってる、予報精度は なんと 93% 以上ナンバーワンの天気アプリウェザーニュース、ちょっと、ねえなんでおかしいでしょ、おかしい、や聞かなきゃよかった、何も話さなきゃよかった、あ、恥ずかしいですね、なんて言いました、私、あー、ちょっと、あー、はい、やられてしまいました、はい、ということで、何の CM でしたっけ、ウェザーニュースの雨雲の、はい、CM も何度も皆さんにお届けしておりましたけれども、こちらもあの地上波でも流れている CM となっておりますので、ぜひぜひご覧いただければと思います。いやー、副音声ありでお届けしていきました。